源氏外伝とは、江戸時代前期の儒学者である、熊沢万山による、源氏物語の注釈書。源氏物語の注釈、教授の歴史の中で、唯一の儒学者による、源氏物語の注釈書である。本書は、元は五十四条からなる、源氏物語全長にわたるものであったとされるが、現存する写本はすべて中野院道重によって五冊に再編されたとされる系統のものであり。 内容は切りつから藤浦和までしか含まれていない遠方年間の初め頃の成立とされるこの時代は萩原博道による源氏物語表尺以来行われている源氏物語の注釈の歴史の時代区分では古月章で終わる宮中と源の中周囲で始まる新中のちょうど中間の時代にあたり本書は内容的にも 宮中の範囲には収まらない一方で、新中の時代に、主流となった国学者によるものとも異なるもので、新中の時代になると、元織のりの、四文要領や、源氏物語玉の小ぐしにおいては、本書の論説は、安藤貞明の、紫や七論とともに、古月書以前の宮中に書かれた、諸説以上に激しい批判の対象となっている。本書の著者の熊沢万山は、 儒学者として人々の教家に力を入れ多くの著作を表したため著名な存在ではあったものの儒学者としては江戸幕府から認められ徴用された主流からは外れた立場の人物であった一般的に日本の儒学者は日本固有の文化を中国のものより低いものとして見ており中でも源氏物語のような男女の愛憎関係を描いたようなものは 公職員乱の書とされてまともに取り上げるに値しない別紙の対象でしかなかった。そのような中で、源氏物語を愛読したとされる熊沢万山は、源氏物語を霊学及び人情世帯を強化するための領書であるとして、儒学による価値観と日本の伝統文化の融合を図ろうとして、本書を表したと考えられている。本書は、 奥書きの有無と種類によっていくつかの伝本系統に分けることができる。本書は早くから写本が数多く作られて、それなりに広まっており、元織の利長は、源氏物語玉の大串において、本書が主張している、完全調和区説をかなりの量を割いて批判しているなどしているものの、江戸時代には、半本としては刊行されることはなく、明治時代になって、 国文注釈全書の一冊として、初めて活字本として刊行された。初めて活字本として刊行された、国文注釈全書が4巻4冊であったこと、及び本書の奥書きに、本書は元15冊であり、それを5冊にまとめ、さらに4冊にされたと記されていることから4巻4冊が最も一般的な形態であるとされてきたが、 現存する写本には一冊本から五冊本まで様々なものがあり、瀬尾義信は国書総目録、古典籍総合目録、国文学研究資料館、マイクロ資料目録、東海大学桃園の文庫目録上官等をもとに、以下のような現存する写本のリストを作成した上で、二冊本が最も一般的な形ではないかとしている。ありがとうございます。